こんにちは。コペンが大好き、セイです。さて、コペンの内装といえば、一部のグレードを除いて基本的には黒一色。そしてダッシュボード周りはもうすべてプラスチック。こういった内装ですよね。私が乗っているセカンドアニバーサリーエディションという車もシートとドアトリム、そしてハンドルは赤と黒のツートーンとなっているんですが、その他の部分は他のグレードと同じなんですね。で、やっぱりこれだけだと味気ないなと思うオーナーさんは多いようでして、この内装のカスタムをするという方は結構多いですよね。私も手始めに、まあ手軽なところからということで、だいぶ傷んでたシフトブーツを新品に交換しました。その時、内装のデザインに合わせて赤ステッチ入りのものにしたんですね。その次はシフトノブも同じようなものに交換しました。これは操作性もアップしたのでとても気に入ってます。そしてこの調子で他の箇所もいろいろとドレスアップしていきたいなとは思うんですが、やっぱりこういったカスタムパーツって結構いいお値段しますよね。私ももっといろいろ買いたいんですが、ちょっと予算が足りません。ボディの補強もまだまだしたいし、サスペンションも交換したいし、あとはスポーツ ECU も入れたいしと、走りも良くしたいし、でも内装も良くしたいな、もうちょっとこう質感も上げたいななんていう気持ちにもなって、とても悩ましいところなんですよね。そこでお手軽かつお安くドレスアップする方法として、シフトパターンに色を塗ってみたところ、意外とこれが効果的で存在感の増した、そんなシフトコンソール周りとなったので、この作業の内容を紹介してみたいと思います。では行ってみましょう。では今回の作業で使用したものを紹介しましょう。まずはバケツ、食器用洗剤、マイクロファイバータオルに歯ブラシ、そして肝心要の塗料、今回はタミヤ模型さんのシルバーを用意しました。それと合わせて極細筆、これがないと塗れませんからね。そしてマスカーとマスキングテープ、綿棒、今回5本ぐらい使いましたね。そしてソフト99のやり直しスプレー、中身はシンナーとなっています。要はこれラッカー薄め液と同じですね。以上となります。では作業を始めていきましょう。まずはバケツいっぱいに張った水に食器用洗剤を数滴垂らして洗浄液を作ります。そうしたら歯ブラシにその洗浄液をつけて、この塗装する面、シフトパターンの部分ですね、ここをゴシ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 っと磨いていきます。表面の油分などの汚れをしっかり落としておきましょう。このシフトパターンはへこんだ形状をしているので、結構汚れとか溜まりやすいんですよね。なのでここでしっかりと汚れを落としておかないと塗料が食いつかないので、ここは丁寧に作業しましょう。そうしたら残った水分をマイクロファイバータオルでしっかりときれいに拭き上げてから、マスカーとマスキングテープをこのシフトパターンの周りに貼っていきます。こうすることで万が一にも塗料をこぼして内装を汚してしまうことのないようにしておくんですね。ちなみにですね、これ作業が全て終わってから気づいたことなんですが、このシフトパターンが彫り込まれたシフトコンソールという部品なんですが、この部品特別な工具なしで簡単に外せるんですよね。なのでこれ取り外して、で外で作業した方がよっぽど作業しやすいし、しかも周りの内装を汚す心配もないということだったんですが、この時の私全くその発想が出てこなかったんですよね。なんででしょうね。本当不思議なんですが、今になって本当に全ての作業終わってから、あ、しまった、これ外した方が簡単だったって思い出したんですね。なので普通に取り外して使う分にはもうマスキングテープとかもなしでも全然作業できちゃいますね。さて気を取り直して作業の続きといきましょう。次に用意するのは塗料ですね。これしばらく使っていないと塗料が結構瓶の底の方に溜まっちゃうので、
しっかりと振ってから使いましょう。私の買ってきた塗料も結構長いこと置かれていたみたいで、結構長いこと振らないとダメでしたね。だいたい2分ぐらいずっと振り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 まくって、でようやく混ざりました。そうしたら蓋を開けて筆で少し塗料をすくい取って、各シフトパターンの文字の溝ですね、ここに流し込むようにして塗料を入れていきます。この時塗料の入った瓶も車の外に置いて、万が一にも車内を汚すことのないようにと、すっごく注意深く作業しました。本当さっきの繰り返しになるんですが、このシフトコンソール外して外でやってればこんな風に神経質になる必要なかったんですよね。いや本当に迂闊でした。この塗料を流し込む時の注意点なんですが、薄く塗っただけだとちょっと離れたところから見づらいので、厚く結構たくさん流し込んだ方がいいんですが、これ一度にたくさん流し込むと塗料がうまく乾かないので、最初は薄く流し込んで、で少し固まってきたらまた追加で流し込んでいく、そんな作業をした方が最終的に綺麗に仕上がると思います。あとはこれが乾くのを待ってから次の作業ですね。結構周りこう溝以外のところに塗料がはみ出してますが、これは乾いた後で落とすので今はこのままで大丈夫です。そしてこの時はもう夕方でだいぶ暗くなっていたということもあるので、一晩放置しておきました。そしてこちらが次の日の状態ですね。もう塗料も完全に乾いています。なので今度はマスキングテープなどをすべて剥がしてしまいましょう。ビリ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 っと、こんな感じですね。さてここからはこのはみ出た塗装をどんどん落としていくわけですが、ここで出番となるのが、なんと意外や意外、消しゴムなんですね。作業も至って簡単。はみ出た部分の塗料をひたすら消しゴムで消し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 って消していくだけなんですね。いやまさか消しゴムで消えるとは思ってなかったんで驚きました。この作業方法はガンプラ全塗装を行っているチャンネル、クラフタチャンネルというのがあるんですが、この動画の中で紹介されてたんですよね。ちなみにこのチャンネル最近よく動画が急上昇に乗ったりなんかしてるんで、案外ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。私あの動画ついついずっと見入っちゃうんですよね。いや楽しいです。そしてひとまず数字の3という部分ですね、ここを試しに磨いてみたわけですが、ご覧のようにちゃんと塗料が落ちました。おおと、これはちょっと感動しました。最初はラッカー薄め液などを使ってはみ出た分少しずつ拭き取るしかないかなって思ってたんですね。ただその方法だと拭き取っちゃいけないところも一緒に拭き取っちゃって塗り直しなんて事態になるんじゃないかな、そうなったら面倒だなって思ってたんですね。そうしたところにたまたまこの方法がその動画の中で紹介されてたんで、初心者の私にぴったりな方法じゃないかということでこの方法を使ったんですね。ただ残念ながらですね、これ大体のところは消すことができたんですが、どうしても細かなちょっとした凹凸のある部分、それと周囲のリング状の部分の縁、こういったところがうまく落とせなかったんですね。なのでここからはラッカー薄め液の出番ですね。作業の仕方はまず綿棒にラッカー薄め液をプシュッと軽くスプレーしたら、その綿棒で塗料を拭き取っていく、こういった作業ですね。この時気をつけてほしいのが、薄め液をスプレーでかけすぎると綿棒から薄め液が垂れてしまって、拭き取っちゃいけない塗料にまで液がかかってしまうので、さっと一拭きだけして、でキュッキュッキュッと拭き取るようにしましょう。ちなみにこの薄め液、普通の缶で売ってるタイプの方が安くて容量も大きいんですが、あちらだとちょっとだけ吹きつけるっていうことが、そういった作業が難しいなと思ったので、今回作業のしやすいスプレー型を購入しました。
そして最初に行った消しゴムの作業もあれも決して無駄ではなかったですね。最初から薄め液を使って拭き取ろうとしてたら綿棒も結構な数が必要でしたでしょうし、一度その薄まった塗料がまた別の場所に塗り広がっちゃったりして結構大変なことになってただろうと思います。なので最初に消しゴムであらかた色を落として、で落としきれなかったところをこの薄め液で落としていく、この作業が一番効率がいいかもしれませんね。とお話ししているうちに余分な塗料の拭き取りが完了しました。仕上がりはこんな感じですね。今赤い丸で示しているように塗料が入りきれてなかった場所というのがあったんですが、これ離れて見る分には全然わからないので、今回はもう修正せずにこのままにしておこうと思います。あとはシリコンスプレーを吹きつけて、でマイクロファイバータオルなどで軽く拭き上げれば、はい、ご覧のようにツヤツヤなシフトコンソール周りの出来上がりです。このシフトパターン、今までは完全に黒一色でこの存在にすら気づいてなかったという人もいたんじゃないでしょうか。それがちょっと離れたところからでも、お、何かあそこにあるなっていうのが分かるぐらい存在感を主張できるようになりました。色に関しては以前交換したシフトブーツやシフトノブの赤いステッチに合わせて、ここも赤にした方が良かったかなとも思うんですが、なかなかおしゃれなシフトコンソール周りに仕上がったんじゃないかなと思います。今回の作業でかかった時間は、塗料を乾かす時間を除けば掃除、塗装、拭き上げ、この3つで30分から45分程度ですかね。その程度でささっと完了しました。今回の作業でかかった労力や費用を考えると、個人的にはとても費用対効果の高い作業だったなと、そういった面でもかなり満足しています。やっぱり広い面を塗るってなると、ムラのできないようにといろいろとそれなりの技術が要求されるようになるんで、手間も技術もいりますが、今回のように溝に塗料を流し込む、この程度の作業で完結できるような箇所であれば、他にも色を塗ってみたいですね。さて今回の動画は以上で終わりとなりますが、いかがでしたでしょうか。今後もコペンの DIY やドライブ動画、その他興味のあることに実際に挑戦してみた動画、そんなものをどんどん投稿していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。